はいよ。次に田村智子さんの質疑を行います。田村智子さん。日本共産党の田村智子です。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件について、私は代表質問で自民党による組織的犯罪という認識があるかとお聞きしましたが、総理は答弁されなかった。まずお答えいただきたい。岸田内閣総理大臣。組織的犯罪かという、質問ですが、これについてはその定義については承知しておりませんが、いずれにせよこうした指摘を受けること、この事態が、もう国民の皆さんに対して、申し訳ない、深刻な事態であると受け止めております。真摯に反省しお詫びを申し上げる次第であります。田村さん。自民党が2月13日に示した調査結果では、一部の派閥が還付金を収支報告書に記載しないよう所属議員等事務所に指導していたとあります。総務省に確認します。収入がありながら政治資金収支報告書に記載しなかった場合、法律上どうなりますか。罰則も含めてお答えください。総務省、笠木孝則選挙部長。はい。個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げますと、政治資金規正法におきまして、政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で、政治団体に係るその年のすべての収入などを記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管または総務大臣に提出しなければならないと規定をされております。同法第25条におきまして、罰則というお話がございますけれども、故意または重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者、または、虚偽の記入をした者につきましては、5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に処する旨の定めがあります。個別の事案が法の規定に抵触するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。以上でございます。田村さん。5年以下の懲役、100万円の罰金と。総理ね、派閥が議員事務所に記載をするなと指導した。これは組織的な犯罪が行われたということではないんですか。岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げたように、組織的犯罪という言葉の定義は承知しておりませんが、こういった事態を招いたこと、このことは深刻に受け止めております。お詫びを申し上げると ともに、説明責任、政治責任、そして再発防止、党として真剣に取り組んでまいります。田村さん。収支報告書に書くなと指導した、これは犯罪を指導したということになりませんか。岸田内閣総理大臣。こういった、そういったこの経緯があったということについて、自民党も聞き取り調査等を通じて、この承知をしております。こういった事態に対して、再発防止の観点から何をするべきなのか、そして説明責任についても、この聞き取り調査ですべて、実態が把握できたものだとは我々も考えておりません。政倫審をはじめ国会の議論と合わせて、党としても、さらなるこの実態把握のための取り組みを行ってまいりたいと考えています。田村さん。違法行為をしろと指導した、誰がやったか確認しますね。岸田内閣総理大臣。引き続き、政倫審をはじめさまざまな場で説明を尽くしてもらわなければならないと思っております。党としても、捜査権がない、という、制約の中ではありますが、実態把握に向けてさらに取り組んでまいります。田村さん。もう一点聞きます。聞き取り調査に関する報告書には、還付金を議員本人が管理していた12名、自分の口座で管理していたと取材に答えた議員もいます。国税庁、確定申告に所得を含めず所得税を逃れた場合、法律上どうなりますか。国税庁、星谷和彦次長。お答え申し上げます。一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、
さまざまな機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、所得が過少に申告されているなど、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正公平な課税の実現に努めることとしております。その上で、税務調査の結果といたしまして、所得等が再計算されまして、修正申告書が提出された場合には、法令上原則として、過少申告加算税が課されることとなります。田村さん。不申告の場合、罰則どうなりますか。星谷和彦次長。お答え申し上げます。先ほど申し上げましたのは一般の税務調査の場合でございますが、特に悪質な脱税犯の場合、偽りその他不正の行為によりまして、所得税を免れた者に対しましては、査察調査を行い、検察に告発するということでございますが、この場合には10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金処し、またこれを併科することとされております。田村さん。所得隠しもね、悪質な所得税法違反になるんですよ。脱税の疑いもあるんですよ。これね、2月26日の世論調査では、キックバックを収支報告書に記載しなかった国会議員は、議員を辞職する必要がある、65% に上ります。犯罪をしておいて、議員を続けるのかという声が示されているんじゃないでしょうか。私は、総理の基本姿勢に大変問題があると思う。違法行為、犯罪があった、この地点に立って、事実解明を行うべきなんじゃないんですか。岸田内閣総理大臣。検察の捜査を通じて、刑事責任は追及されました。しかしながら、政治家である以上、刑事責任以外にも、説明責任、そして政治責任、道義的責任がある。これは当然のことであると認識をしております。だからこそ引き継ぎまして、説明責任を尽くすことが重要だと申し上げているわけでありますし、党としても政治責任について、党として判断をしてまいります。田村さん。もう一点、公職選挙法違反の重大な疑惑を指摘します。参議院選挙の改選の年だけ、裏金が膨れ上がる議員がこれだけいます。なぜ選挙の年に裏金が増えるのか。表に出せないお金が何に使われたのかが問われます。総務省、候補者の選挙運動への寄付、支出、報告書に記載しなかった場合、法律上どうなりますか。総務省、笠木孝則選挙部長。はい。一般論として、公職選挙法の規定について申し上げますと、同法第189条におきまして、出納責任者は、選挙運動に関しなされた寄付及びその他の収入、並びに支出について、所定の事項を記載をした、選挙運動費用収支報告書を提出することとなっております。故意または重大な過失によりまして、この収支報告書に虚偽の記入をした者は、3年以下の禁錮、または50万円以下の罰金に処する旨の規定がございます。個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して、ここに判断されるべきものと考えます。田村さん。自民党の参議院選挙では、広島選挙区で、表に出せない金がばらまかれた河合事件が現に起きたんですね。選挙の年だけ増えた裏金は、選挙運動への寄付ではないのか、選挙運動に使われたのではないのか、これは公職選挙法違反の重大な疑惑になるんですよ。わかりませんでは済まされないんです。徹底した事実解明を行いますね。岸田内閣総理大臣。この事態解明については、もちろん、この関係者本人の、説明、会見等が重要ではありますが、党としても実態把握をしなければならないということで、アンケート調査、そして聞き取り調査、これを実施いたしました。聞き取り調査にしましても、内部だけではなくして、2つの弁護士事務所、7名の弁護士にも参加していただき、聞き取り調査を行い、そして取りまとめは、この弁護士の皆さんにお任せする、こういった聞き取り調査を行いました。その中にあって、この捜査権がない中での調査、制約のある調査ではありましたが、
使途に、資金の使途についても聞き取りを行い、違法な使途に使用した例は把握されなかったと承知をしております。他方で今委員がお尋ねのように、参議院選挙の年における還付金等について、より詳細な事実関係の把握を求める声がある。これは我々も承知をしております。聞き取り調査によってのみ説明責任は尽くされていると我々は申しておりません。引き続きまして、政倫審をはじめ、国会での議論もありますし、そして政府、党としても、これ実態把握に向けて、さらなる取り組みを進めていきたいと考えます。田村さん。組織的犯罪のね、定義もわからないなんて答弁してたらね、ダメですよ。それで本当に事実解明できるのかが、総理に厳しく問われていますよ。これは、国会にも問われています。野党が求めている政治倫理審査会、迅速に公開で行うよう、この場からも要望いたします。合わせて、予算委員会での徹底審議が必要です。収支報告書不記載をするよう指示したのは誰か、裏金が何に使われたのかなど、自民党による事実解明の調査と本委員会への報告を求めます。また、裏金に関わった自民党参議院議員32人の証人喚問を求めます。後刻理事会で協議させていただきます。田村さん。事実解明とともに、金権腐敗の根を断つことが必要です。そもそも、政治資金パーティーとは何なのか。私たちは、政治家個人、派閥に対して禁じられている、企業団体献金の抜け道だと指摘をしてきました。岸田総理の資金管理団体の収入に占める、政治資金パーティー収入の割合、過去5年分示してください。総務省、笠木孝則選挙部長。通告がございました。岸田総理の資金管理団体である新政治経済研究会の収入に占める政治資金パーティー収入の割合について、政治資金収支報告書等の記載に基づいてお答えをいたします。平成30年分及び令和元年分につきましては、政治資金収支報告書の保存期限が過ぎておりますため、官報に掲載された収支報告書の要旨に基づいてお答えをいたしますと、平成30年分の収入は約1億1,996万円であり、要旨からはすべてが政治資金パーティー収入か、収入と断言することはできませんが、政治資金パーティー収入を含む機関支持の発行、その他の事業による収入は約1億1,474万円で、その割合は 95.6% となっております。令和元年分の収入は約1億3,684万円であり、同様に政治資金パーティー収入を含む機関支持の発行、その他の事業による収入は約1億3,328万円で、その割合は 97.4% となっております。次に令和2年分から令和4年分につきましては、政治資金収支報告書の記載に基づいてお答えをいたします。令和2年分の収入は約1億3,200万円であり、そのうち政治資金パーティー収入は約1億2,792万円で、収入に占める政治資金パーティー収入の割合は 96.9% となっております。令和3年分の収入は約1億5,409万円であり、そのうち政治資金パーティー収入は約1億2,726万円で、その割合は 82.6% となっております。令和4年分でございますが、その収入は約1億5,765万円であり、そのうち政治資金パーティー収入は約1億5,509万円で、その割合は 98.4% となっております。田村さん。これ、2022年は 98% がパーティー収入なんですね。これ、1回のパーティーで収支報告書を見ますと、150万円。一年に複数回購入している企業も確認できます。総理、他にも多くの企業が、あるいは業界団体がパーティー券購入してるんじゃないですか。岸田内閣総理大臣。他にも多くの企業が購入しているのではないか。これは収支報告書に、法律に従って明らかにしております。田村さん。それ20万円超えないと書かれないんですよ。いっぱい企業や団体に買ってもらっていますよねという確認です。
岸田内閣総理大臣。いっぱいという意味が分かりませんが、多くの企業にご参加いただいていると承知をしております。田村さん。これね、5年間で7億円のうち6億6000万円近くがパーティー収入と、で企業や団体に多くパーティー券買ってもらっていますと、そこから資金集めていますと。これね、政治家個人への企業団体献金は禁じられている。だけど政治資金パーティーという抜け道を使えば、企業や団体からどんどん資金を集めることができると。でこの抜け道を最大限利用して巨額の金を企業団体から集めて裏金までにしてしまったと。これが裏金事件の本質なんですよ。だから企業団体によるパーティー券の購入、また政党と政党支部への献金も含めて、企業団体献金、これはもう全面禁止することが必要だというふうに考えますが、いかがですか。岸田内閣総理大臣。いずれにせよ、私自身は政治資金パーティーについて、この法律に従って、収支報告も明らかにしておりますし、内容については報告している通りであります。法律に従って、対応しているものであり、その点においては問題がないと考えております。その上で、まあ、今回、自民党の派閥の政治資金パーティーを舞台として、この収支報告書の不記載等を通じた不祥事が発生した、このことについて、この実態をどう解明するか、そして説明責任、政治責任をどう明らかにするのか、再発防止をどうしていくのか、これをこの自民党としても、党を挙げて取り組まなければならない課題として取り組んでいます。こうした点、しっかり議論を整理した上で、この対応を考えてまいります。田村さん。ね、企業や団体から政治家個人にお金を動かす寄付をやる、これダメなんですよ。ダメ。ところがパーティーだっていう形を変えればね、どんどん集められちゃうんですよ。それがおかしいじゃないかと聞いてるんです。岸田内閣総理大臣。違法とは言ってないんです。その仕組みがおかしいです。はい、現状について、は私自身法律に従って対応しているということを、まあ、申し上げたわけでありますが、それに加えて、まあ、今回の事態を、招いたことについて、法改正自身をもう一度考えるべきではないか、政治資金の透明性を高める努力をしなければならないのではないか、まあ、こういったことについては自民党も全く同感であります。だからこそ、政治資金の透明化に向けて、デジタル化やあるいは外部の監査を導入するとか、さらには会計責任者だけではなくして、政治家自身の責任も厳格化するべきではないか、こういった点について法改正を行うということについて確認をした上で、今具体的な議論を進めています。ぜひこういった法改正についても今国会において実現するよう自民党も議論に貢献いたします。田村さん。それは一番の大元をそらした法改正ですよ。政治資金規正法は、政治資金は民主政治の健全な発達を求める国民の常在だとしている。選挙の一票を持つのが主権者国民であって、資金力のある企業が金の力を使って政治活動をするということを、これは参政権の侵害に当たってしまう。だからね、政治家個人への企業団体献金は禁じられてるんです。だったら抜け道も塞ぐことが必要じゃないかと。こういう問題提起ですよ。岸田内閣総理大臣。企業団体献金については、この国会においてもさまざまな議論を積み重ねてきました。その中にあって、まあ、企業団体献金、最高裁の、まあ、判決においても、この企業のこの政治活動の自由との関係において、献金、これはこの重要であるということ、
さらには、この国会において、たびたび引用されております、令和元年の政治改革大綱においても、民主主義の基盤として、法人は重要な役割を果たしており、法人の寄付を禁止する理由はない、こうしたこの内容が明記をされています。まあ、そういったことから、まずは、この政治資金、企業、団体献金について、透明性を高めるところが、まず第一歩として行わなければならないということで、先ほど申し上げました、法改正、自民党としても行っていきたいと申し上げているところであります。その上で、民主主義、の、この政治を、その民主主義のコストを、どのように支えるかという議論の中で、企業団体献金についても議論をしていくということ、これは自民党としても議論に貢献をいたします。田村さん。はい。総理は今の答弁でもね、最高裁判決っていうんですが、これ1970年ですよね。で、この最高裁判決後、国会議員が有罪となった贈収賄事件を調べてみると、こんなにあるわけですよ。ロッキード事件、リクルート事件、ゼネコン職員事件等々ね。もうね、70年の最高裁判決、これ持田さん、私は時代錯誤だと思う。恥ずかしいと思う。これまずやめるべきだと思う。どうですか。岸田内閣総理大臣。いや、最高裁判決、これは古いから意味がないというのは理屈に合わないと思います。そうした最高裁の判決もあり、そしてその後も、様々な事件が行われる中で、先人が政治改革大綱をはじめ、様々なこの議論を行って、考え方をまとめてきた。まあ、そういった中にあって、民主主義のコストをどう支えるのか、民主主義において、法人というものの存在の大きさを考えますときに、寄付を一概にこの否定するものではないという考え方、まあ、こういったことが確認をされてきたわけでありますから、そういった、今日までの歩みについてもしっかり思いをいたしながら、まず何をするのか、透明化をしっかり図した上で、その民主主義のコストをどう賄うかという議論も行っていく、これが順番ではないかと申し上げております。田村さん、これね、だから70年の判決で企業献金いいですよってやって、これだけ起きたんですよ。そのことを踏まえるべきですよね。でまたね、これだけ起きて、特に93年まで連続して起きて、この93年には一連の金券腐敗への国民の怒り、企業団体献金の廃止を求める世論が沸騰したんです。日本経団連も、一旦は自民党への企業献金の斡旋、やめざるを得ないほどの激変が走ったわけですよ。しかしね、国会では、当時の細川政権の与党と自民党の談合、これが繰り返されて、94年1月、細川首相と河野洋平自民党総裁が、企業団体献金は政治家個人への献金だけ5年後に廃止、という合意をした。これで政党支部への献金、それからパーティー券という大きな抜け道が残してしまったんですね。それから30年が経って、この抜け道が様々な金券腐敗の温床となってきた。これも明らかになった。河野洋平氏は今日、当時の合意について、94年の合意ですね、どのように述べているのか、衆議院のオーラルヒストリー、これ紹介していただきたいと思います。片岡衆議院議事部副部長。若干長くなりますけれども、該当部分を読み上げさせていただきます。それは企業献金を廃止するから、一方で公費助成をするというトレードオフの関係なのに、終わってみたら、こっちは取って、あっちはそのままという、今は当時の考えとは全然違う状況になっていますよね。あの頃の細かいことを思い出してみると、政党助成をするにあたり、いくらぐらいが適当か、結果300億ぐらいということになったけれど、あの根拠は国民にコーヒー一杯だけ我慢してもらおうというのが事の起こりで、あの一番初めは田川誠一さんがやったコーヒー一杯運動なんです。田川さんは個人の政治資金を支持者に
コーヒー一杯我慢して私にくださいという運動をやって、それが下地にあって新自由クラブは一人250円コーヒー一杯の政治献金と言っていたんです。それが耳に残っていて出てきたんです。それは田川さんが言った後に竹村さんも言い、それでなんとなく国民にコーヒー一杯300億と言われたんですよ。だからあの300億円というのは本当は1億国民みんなから取るという話ではなくて個人献金だったんです。一方企業献金の廃止は個人献金に振り返ろという話はなかなか難しいだろうから企業献金をやめて公費助成にしようということでした。だから公費助成が実現したら企業献金は本当は廃止しなきゃ絶対におかしいんですよ。しかも激変緩和のため5年後に見直すと法律の不足に書いたのにスルーした、見向きもしないでスルーして、もう25年経ったんだからね。政治改革の議論が起こったときは経団連も傘下の会員に企業献金は慎もうと言っていたのに、最近の経団連は自民党に献金してくださいと進んで言うようになっているからね。この頃は企業献金が多いから税制をはじめとしていろいろな政策が歪んでいる、庶民から企業の方へ政策のウェイトがかかって企業献金が政策の歪みを引き起こしているからそれをやめろということだったのに、それが今またああいうふうになっているというのは本当におかしいと思いますね。以上でございます。田村さん、政治改革国会と言われたその当時の自民党の総裁が企業献金にしてこういう見解を示しているんですよ。廃止されてなければおかしいじゃないかと。それどうですか。岸田内閣総理大臣。はい、当時の議論を改めて思い返しております。私自身も国会議員成り立ての頃でありますが、大変激しい議論が行われたことを振り返っております。あの中で、例えばこの民主主義のコストについても公的助成が導入される、公的な助成が導入されるであるならば3分の1は公的助成、3分の1は企業からの献金、3分の1は個人からの献金、こういった構成が理想である、ああいった議論も行われていた、まあ、こういったことを改めて振り返っています。今、まあ、この元議長のご発言もありました。改めてあの時代、多くの関係者が様々な激しい議論を戦わした、まあ、こういったことを振り返っている次第であります。こうした議論もありました。そして委員会がご指摘になりました最高裁の判決もありました。そして政治改革大綱の議論もありました。様々な議論が行われた結果として、今の法律の体系が今残っている、その存在していると考えています。しかし、おっしゃるように次々と様々な事案が発生している、こういった中でありますので、絶えず政治改革については、この考え続けていかなければならない。今回の事態に対しても法改正も考えていくことは重要だ。これは自民党も全く同感であります。田村さん。30年前は企業献金廃止のものすごい世論が起きたのに、これがねじ曲げられていった。同じ鉄を踏むわけにはいかないんですよ。もうね、全面的にこの裏金事件、本当に反省するなら、抜け道を塞いだ企業団体献金の禁止、これ自民党が決断すべきではないんですか。岸田内閣総理大臣。企業団体献金については、先ほど申し上げ、考え方を申し上げました。現実にこうした、この事態が生じているわけでありますので、この透明性の向上と具体的な再発防止策について、早急に国会において法改正を行うことが重要であると考えております。田村さん。これまでもあるとおり、野党はみんな今、企業団体献金全面禁止求めてる。公明党も2月4日の NHK 日曜討論で、
禁止という方向は求めていかなければならないと発言をされた、問われているのは自民党なんです。どうしますか。岸田内閣総理大臣。自民党の考え方は先ほど申し上げた通りであります。田村さん、もう一点ね、そもそもじゃ企業献金とはどういう本質を持つか。93年11月2日衆議院政治改革に関する調査特別委員会で、元最高裁長官の岡原雅夫氏は、本来営利団体である会社でございますから、非取引行為、つまり儲けにならぬこと、これをやることは株主に対する背任になります。もし見返りを要求するような献金でございますと、特色罪になる恐れがある、そういう性質を持ったものでございますと述べておられます。利益につながらない献金は株主への背任となる。利益につながる見返りを要求すれば汚職の恐れがある。これが企業献金の本質である以上、やはり金券腐敗の根を断つには廃止しかないということだと思います。重ねて伺います。いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣。一つの、考え方をお示しいただきました。先ほど来申し上げておりますように、今日まで企業献金に向けては、さまざまな議論が積み重なってきました。そして現状の、法律がある、制度があると考えております。そしてこの、しかし、こうした制度、これは永久に続けるべきものかどうか、これは絶えず見直していくべきものであると我々も考えます。今回の事態を受けて、より透明性を高めるなど、具体的な法改正、自民党も行っていくべきだと考えています。田村さん、これ企業献金の意味なんですけどね、今言った意味。2003年日本経団連は、優先政策事項に基づく政党の評価、これ事実上自民党の評価なんですよ。自民党の政策評価、これと一体に企業献金を促進する方針を打ち出したんです。で、当時の奥田会長は朝日新聞の取材で、政治への影響力を行使しようという狙いかと問われ、結局そういうことになるとまで答えているんですよ。つまり自民党への献金で政治を動かそうという、これはまさに国民の参政権の侵害だと思いますよ。そうじゃありませんか。岸田内閣総理大臣。当時の経団連の考え方について十分承知しているものではありませんが、今まで先ほど来、この紹介しているさまざまな議論の中にあっても、民主主義においてこの法人というのは重要な存在である、そして法人の寄付を否定する理由はないと、こういった議論もあったと承知をしています。そしてその結果として現在の制度があると認識をしています。しかしこういった制度とて引き続きどうあるべきなのか、この絶えず政治改革について議論をしていかなければならない、これは当然のことだと思います。現状を受けて自民党としても、こうした政治資金の透明性に向けて、具体的な法改正を行ってまいりたいと考えております。田村さん、透明性ではないんですよ。企業団体献金の禁止、全面的な禁止、ここが問われているのにね、自民党だけがこれに答えない。自民党だけなんですよ、その方向を向かないのは。ここにね、私は自民党という政党の本質が現れていると思いますよ。企業からの政治資金に依存する自民党政治、それがいかに日本の経済や社会を行き詰まらせてきたか、その質問に進みたいと思います。資料をご覧ください。経団連が最優先の政策として常に求めてきたのが、法人税率の引き下げ、そして消費税の税率の引き上げです。それに自民党は忠実に応えてきました。この結果、日本の経済はどうなったのか。昨年12月、与党がまとめた税制改正大綱で、累次の法人税率引き下げの効果、どのように評価しているか紹介してください。財務省、青木孝則主税局長。お答えします。
委員ご指摘の令和6年度与党税制改正大綱において、法人税率引き下げにつきましては、我が国法人税率はこれまで約40年間にわたって段階的に引き下げられ、現在の法人税率は最高時より20ポイント程度低い 23.2%、実効税率ベースでは 29.74% となっている。こうした中、我が国の法人税収は足元の企業収益の伸びに比して緩やかな伸びとなっており、法人税の税収力が低下している状況にある。平成28年度税制改正では、稼ぐ力のある企業の税負担を軽減し、前向きな投資や継続的、積極的な賃上げが可能な体質への転換を促す観点から、法人税率 20% 台の実現を目指し、平成27年度から平成30年度にかけて実効税率ベースで 4.88% の税率引き下げが行われることとなった。これにより企業経営者がマインドを変え、内部留保を活用して投資拡大や賃上げに取り組むことが期待された。しかしながら、この我が国においては長引くデフレの中でのコストカット型経済の下で賃金や国内投資は低迷してきた。賃金水準は実質的に見て30年間横ばいと他の先進国と比して低迷し、国内設備投資も海外設備投資と比して大きく伸び悩んできた。その結果、労働の価値、物の価値、企業の価値で見てもいわゆる安い日本が指摘されるような事態に陥っている。その一方で大企業を中心に企業収益が高水準にあったことや、中小企業においても守りの経営が定着していたことなどを背景に、足元企業の内部留保は555兆円と、名目 GDP に匹敵する水準まで増加しており、企業が抱える預貯金なども300兆円を超える水準に達している。こうした状況に鑑みれば、令和4年度税制改正大綱において指摘したとおり、近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ないと記載されております。田村さん、法人税率の引き下げ繰り返したけれども、意図した効果を、成果を上げてこなかった。総理も同じ見解ですか？岸田内閣総理大臣。ご指摘の与党税制改正大綱における、この、近年の累次の法人税改革は、意図した成果を上げてこなかった。こういった評価に関しては、平成27年度から30年度にかけて、法人税の実効税率の引き下げなどが実施されてきたところ、企業の内部留保や現預金が増加する一方で、最近までコストカット経済のもと賃金や投資が伸び悩んできたこと、これが事実であるというこの評価であると思います。まさにおっしゃる通り、この企業の内部留保が賃金やそして投資に結びつかなければならないということで、今の政権において経済政策を進めているところであります。今30年ぶりの賃上げですとか、あるいは株価、あるいは投資の伸び、これが示されています。ぜひこの賃、こうした企業の収益を投資や賃上げにしっかりと振り向けて、それによって、次の、投資、次の消費、そしてさらなる投資、これにつなげていく、この好循環を作ることが大事だということで、今、経済政策を進めています。ご指摘の評価をしっかり踏まえた上で、賃金や、あるいは投資、これがしっかりと引き上げられるような、投資と分配の好循環が実現できるような経済政策をしっかり進めてまいります。田村さん、今効果がなかったと総理もお認めになった。これ具体的な数字で私ももう一回見てみたいんですね。過去30年間大企業の税の負担率はマイナス 42%、 しかし賃金の伸びは 7.8%、 設備投資の伸びは 20% にとどまった。一方で利益は 452%、株主配当 784%、内部留保 241% と、法人税減税は結局内部留保を増やしただけだった。しかも消費税減税がセットだったために、実質賃金は大きく落ち込んで、家計消費は冷え込んで、日本の経済は長期に停滞した。法人税減税と一体の消費税の増税、この政策は効果がなかった、つまり失敗だったということではないんですか？
岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げたように、企業収益が投資や賃上げにしっかりと振り向けられてこなかった、そしてその賃上げが消費につながらなかった、そしてその消費の拡大が次の投資につながらなかった、その循環が完成してしなかったことが問題であったと我々は認識をしています。だからこそ2年間、新しい資本主義ということで経済モデルを進めて、単にマーケットや競争に任せるんではなくして、官民の協力によって、この好循環を実現していこうと政策を進めてきました。30年ぶりに明るい兆しが出てきた今、これを確実なものにするために経済政策を進めなければならないと申し上げております。ぜひ、この先ほど与党 税制改正大綱のこの評価、これもしっかり踏まえて、この今の経済政策をしっかり進めて、経済の好循環を実現して、30年ぶりのデフレからの完全脱却、実現しなければならないと強く感じております。田村さん。成果が上がらない、失敗だったと事実上認めになってる。だったらね、体力のある法人税に対する減税は見直す。そして消費税は減税に踏み出す。この政策転換が必要なんじゃないんですか？岸田内閣総理大臣。いえ、先ほどから申し上げておりますように、このなぜ、賃上げや、あるいは投資に、収益が向かわなかったのか、価格転嫁が十分進まない、こういった経済の、状況など、様々な環境整備に問題があったということで、今、価格転嫁等も進めながら、賃上げを最重要課題として経済政策を進めています。それを一つの突破口として、分配と成長の好循環、これをこの実現し、なおかつこれを持続可能な、そう、恒常的なこの循環にしていかなければならないということで、今年が正念場だと、来年につなげるための正念場だということで、この様々な賃上げ政策と、そして可処分所得のこの引き上げのために所得税減税をはじめとする政策も用意をした。こういった政策を総動員することによって、好循環を実現して、経済成長につなげていきたいと考えています。田村さん。それは効果がない政策をそのままずるずる続けていくというようにしか聞こえないんですよ。だってね、消費税導入後、法人税の税収っていうのは319兆円も穴が開いたんですよ。税率を引き下げた。景気も悪くなったから減収もあった。一方、消費税の増収、税収、総額539兆円ですが、結局ね、法人税の減収の穴埋めになったと言うほかないんですよ。経団連の要求最優先として、国民の側は消費税の増税常に反対した。だけどその声聞かなかった。そのことがね、皆さんも認める効果のない、そして法人税改革になっちゃった。経済を行き詰まらせた。私はこのことを認めるべきだと思う。そしてね、今賃上げって話もあったんで、賃上げ政策も見てみたいんですよ。賃上げ減税。これが大きな柱ですよね、今も。賃上げ減税。だけど、税制改正大綱では、中小企業の6割が、未だ、欠損企業で、つまり赤字企業で、税制措置のインセンティブが必ずしも効かないと書いてあるんですよ。これも総理同じ認識ですか？岸田内閣総理大臣。中小企業、赤字企業が多いというご指摘、そういったご指摘は、我々も認識をしておりますが、だからこそ、賃上げ税制についても、より拡充しなければいけないということで、赤字の中小企業でも活用できる賃上げ税制を、今年度、用意を、来年度に向けて用意をしている、こういったことであります。この5年間、中小企業向けに、税額控除の繰り越し措置を創設する、現在赤字の中小企業にも、税制措置のインセンティブが効くように見直すなど、この現状、赤字法人も多い中小企業にも、しっかり活用してもらえる
賃上げ税制を用意した、まあ、こういったことであります。ぜひ活用することによって、中小企業にも賃上げに向けて前向きに取り組んでもらうことにより、経済の好循環実現してまいります。田村さん、賃上げ減税というのはアベノミクスが始まった2013年度から延々続いてるんですよ。しかしね、実質賃金21ヶ月連続のマイナスで年30万円も減ったんですよ。雇用者数7割を占める中小企業に効果がなかったことは明らかでね、赤字の企業も5年のうちに行って黒字になったらって、これで今赤字の企業がですね、賃上げできるかって話なんです。中小企業家同友会、賃上げのために社会保険料負担の一部免除を強く要望しています。日本商工会議所、業務改善補助金、賃上げ減税税制等のほか、新たな助成制度の創設を含め、中小企業の賃上げを後押しする制度をと求めています。これは、現行制度では無理だと、新たな賃上げの直接助成が必要だという声ではないですか。岸田内閣総理大臣。政府においてはそういった考え方は取っておりません。賃上げ税制効かないというご指摘があった。だからこそ先ほど申し上げました賃上げ税制についても拡充をしたわけでありますし、中小企業の賃上げを実現するためには労務費をはじめとする価格転嫁が重要だということで、公正取引委員会、中小企業庁をはじめ政府を挙げて価格転嫁にも取り組んでいるところでありますし、そして中小企業にも賃上げの原資となる稼ぐ力を持ってもらわなければいけないということで、省力化投資など生産性向上に向けて様々な政策も用意をしているということであります。多くの国民が求めているのは物価高に負けない賃上げであると思います。この賃上げ実現のために中小企業、零細企業にも協力をしてもらいながら経済の好循環実現してまいります。田村さん、やっぱりね、中小企業の声聞いてないんですよ。直接助成これだけ求めてるんですから。やっぱ GDP に匹敵する内部留保をどうやって還流するのかっていうことを与党税制改正大綱で注目している。自民党も注目している。ならばね、これを原資として中小企業が求める新たな賃上げ、直接助成、私はここにもう踏み出すべきだと思うんですよ。いつまで効果のない政策にしがみつくのかということが問われていると思いますよ。どうですか。岸田内閣総理大臣。効果がないとおっしゃいますが、今30年ぶりに賃上げも株価も投資も明るい兆しが出てきている。これをぜひ維持して来年につなげていかなければならないということで、先ほど来の政策を総動員してこの好循環を盛り上げていこう、これ官民挙げて今取り組んでいるところであります。この流れ、兆し、これは大事にしていかなければならないと思いますし、今年は来年にこうした流れをつなげられるかどうか正念場であると認識をしています。ぜひ政策を用意したわけですので、これを実施することが何よりも大事であると思っています。田村さん、効果がなかったというふうに税制改正大綱で皆さんが認めてるんですよ。皆さんが認めてる法人税減税とセットで消費税の増税、これが経済の停滞をもたらしたのは明らかですよ。そしてまた、ね、中小企業は直接の賃上げ助成を求めてる。私たちはね、すべての中小小規模事業者への賃上げの助成、これやろうよと。で、最低賃金1500円と内部留保の活用だと、アベノミクスで積みました分、期限区切って課税して、賃上げ助成の財源にしようよと、何度も求めてる。これは中小企業の声でもあるんです。だけど、破綻した政策にばかりしがみついている。本当にね、このままでは、日本の経済も国民の暮らしも深刻な行き詰まりになってしまうということは厳しく指摘したいというふうに思います。で、次にね、今日どうしても男女賃金格差の是正についてお聞きしたいんです。内閣府男女共同参画局のもとに、輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会というのが作られています。加藤大臣、これはどういう会でしょうか。加藤大臣。
お答え申し上げます。輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会は、女性活躍を推進するためには組織トップのコミットメントが重要という思いを持つ企業経営者らが集い、平成26年に発足したものです。本会では男性リーダーが自ら取り組むことを表明する行動宣言を策定しており、令和6年1月末現在、この行動宣言に賛同した323名の企業経営者、地方自治体首長等が参加をしています。本会参加者はリーダーミーティング等の機会を通じて情報交換を行うなど、協力して自らの組織の女性活躍推進に努めています。また地方における地域シンポジウムの開催等を通じて、広く社会における女性活躍の機運を高めています。田村さん。私も経営者が企業におけるジェンダー平等を意識的に進めるということはとても重要だというふうに思います。昨年11月、このリーダーの会では男女賃金格差がテーマとなっています。どういう意見が出されたのかお答えください。内閣府岡田恵子男女共同参画局長。お答え申し上げます。令和5年11月1日に開催されました第11回輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会リーダーミーティングでは、男女間賃金格差の要因と解消のための取り組みに関して参加者同士による議論が行われました。その中では男女賃金格差の数値、男女間の管理職等への登用状況の違いやコース別人事、またメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違い等について議論がございました。中でも多くの参加者から、同じ職階であれば男女間の賃金格差はほとんどないものの、管理職における女性比率の低さが男女間の賃金格差の大きな要因であり、女性登用をいかに進めるかが問題解決の糸口になるとの議論がなされました。田村さん。これ今ね、読んでいただけなかったところにね、表面上の数値的な男女差ではなく、その背景にある要因と構造の改革、これが必要だっていう、そういう意見の取りまとめありますよね。私ね、ここ非常に重要だと思うんですよ。構造の改革。この問題意識で、女性活躍推進法に基づく企業ごとの男女賃金格差の公表データ、これ見てみたいと思うんです。男性リーダーの会に参加をしている企業の一つ、鹿島建設。男女賃金格差のデータ、どのように公表されていますか？厚生労働省堀井局長。お答えいたします。女性の活躍推進企業データベース、これ女活データベースなどと略しておりますが、このデータベースで公開をされている、田村委員ごお尋ねの鹿島建設の男女間の賃金差異の内容につきましては、2022年4月1日から2023年3月31日までの期間で、全労働者が 56.2%、 全労働者のうち正規雇用労働者が 56.4%、全労働者のうち非正規雇用労働者が 53.6% と公表されていると承知をしています。なお説明欄におきましては、同一労働において賃金の差異はなく、採用区分、等級別の人数構成等の差によるものであると説明をされていると承知をしております。田村さん。これ女性の賃金は男性の6割に達してないんですね。同一労働で賃金の差異はない、採用区分の差だというんですけれども、これではね、格差の原因がわからないんですよ。厚労省、この採用区分っていうのは何なんでしょうか。堀井局長。女活データベース上の説明欄といいますのは、男女間の賃金差異の内容について追加的な情報を企業が任意で、掲載をするということになっております。そして企業がそれぞれのご判断で注釈説明欄でご記載いただいた内容についてお答えをすることは差し控えたいと存じますが、その上で女性活躍推進法における雇用管理区分につきましては、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当該区分に属している労働者について、他の区分に属している労働者とは異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものを言うとされております。一般的にはこうした雇用管理区分を指すことが想定されるところでございます。田村さん。これ一般的に例えば総合職、一般職で給与体系も違うってことなんですよね。そうすると鹿島建設の公表データでは、総合職の女性 8%、 一般職は 93.5%、 総合職と一般職の賃金格差がそのまま男女賃金格差になってるんですよ。
これはね、採用区分の差であって、女性への差別ではありませんよっていう説明なんですけれども、それで良いのかが問われてるんです。同じく男性リーダーの会参加企業、積水ハウスの男女賃金格差はどうですか。堀井局長。所轄データベースで公開をされております田村委員お尋ねの積水ハウスの男女間賃金差異の内容につきましては、2022年2月1日から2023年1月31日までの期間で全労働者が 53.0%、 全労働者のうち正規雇用労働者が 58.1%、 全労働者のうち非正規雇用労働者が 38.0% と公表されていると承知をしております。なお説明欄におきましては、男女間賃金差異の要因を詳細に分析をした内容が記載をされているとともに、それを踏まえた今後の対策についても記載をされているというふうに承知をしております。田村さん、積水ハウスの読みますとね、20年前から問題意識を持って2005年から女性総合職を積極的に採用し始めたとあるけれども、賃金は正規雇用で男性の6割に届かないんです。総合職の女性比率を見ると 14% なんですね。で、総合職で女性が働き続けることが困難だということの分析もあります。今見たように、コース別人事が男女賃金格差を固定化する間接差別になっているんじゃないか。男性リーダーの会の議論で、構造の改革というのはね、こういう間接差別をどうやってなくすのかということじゃないかと思いますが、加藤大臣どうでしょうか。加藤大臣。お答えを申し上げます。労働者の職種等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる雇用管理を行う、いわゆるコース別雇用管理につきましては、それそのもの自体が間接差別に当たるものではないと承知をしてございます。その上で一般論で申し上げれば、企業の雇用管理が実質的に性別を理由とした差別となっているなど、男女雇用機会均等法に照らして問題がある場合には、厚生労働省から企業に対し助言指導等の必要な対応を行っているものと承知をしてございます。私の立場としましては、女性の管理職比率向上のための取り組みや、出産や育児に関係なく男女ともに働き続けられる職場環境整備など、女性の登用に向けたさまざまな取り組みを政府全体として総合的に進めてまいります。田村さん、それではね、格差是正ならないですね。これ総理にお聞きしたい。男女で異なる給与体系にしていたら違法な直接差別です。そういう給与体系はない。これらの企業も報告しています。それでも格差が大きい。それはコース別人事で間接差別を温存しているからではないですか。多くの、特に大企業に同じ問題があります。個々の企業任せではなくて、政府として職場における間接差別をなくす。これ政策に据えること必要じゃないですか。岸田内閣総理大臣。男女雇用機会均等法、これでは企業が労働者の募集や採用にあたって、労働者の身長、体重、体力を要件とすることなどに合理的な理由がない場合、間接差別として禁止をしています。そして今ご指摘があるこのコース別人事とは、この複数のコースを設定し労働者の雇用管理を行うものであり、それ自体が直ちに問題になるものではないと考えます。一方、このコース別雇用管理の運用が男女雇用機会均等法に照らして問題がある場合、これは企業に対して助言指導を行うなど、今加藤大臣からもありました、厚生労働省において必要な対応を行っていく必要があると考えています。田村さん、これ国連のね、女性差別撤廃委員会からもこういうコース別人事制度等々も取ってですね、とにかく雇用における間接差別、これの認識不足が日本政府にはあるっていうことが繰り返し指摘されてるんですよ。だってこのコース別人事制度を取っていたら、いつまで経っても格差是正になってかないんですよ。なってかないんですよ。で、かつてはね、事務職の募集は女性のみとか、男女別の定年制度、給与体系、
こういう直接差別許されていました。女性たちは裁判で戦って、また男女雇用機会均等法などによって、直接差別は違法だというふうにしてきました。しかしそれだけでは格差は解消しない。今問われているのは、間接差別をどうやってなくすかということなんです。今言っている総合職、家庭を顧みず、残業も単身赴任もこなすのが当然。ここには、家庭のことは女性だという性別役割分担の考え方根深くありますよ。だから総合職に女性が圧倒的に少ない。そしてまた非正規雇用、あるいは一般職、圧倒的に女性が多くて、賃金が安いことが当然とされている。そこには、家計補助的な働き方で良いですよという女性の位置づけがある。こうした間接差別をなくすということを政治の課題に据えることが必要ではないですか。岸田内閣総理大臣。今まさにおっしゃったように、この企業内のこの男女間賃金格差、これは、当該企業における、この女性管理職比率の低さ、こういったものもあり、この様々な要因があるものと考えます。ですから、先ほどのこのコース別人事の、この運用の仕方も含めて、この男女間賃金格差の縮小に向けて、どのような取り組みが効果的なのか、これ政府としても、この検討を続けてまいりたいと考えます。田村さん。このコース別人事等々ので、ね、間接差別っていう、この認識持つことが、私は必要だと思う。ちなみに男性リーダーの会参加企業の清水建設、男女賃金格差のデータ公表してないんですよ。これデータ公表しなければ、今のような分析もできません。女性活躍推進法は2025年が期限となります。企業に対して男女賃金格差のデータの公表に加えて、格差の要因分析、格差是正の計画の公表を義務づける。そして政府が省令と監督を行う。名称も職場におけるジェンダー平等推進法にするなど、直ちに検討してほしいと思いますが、いかがでしょうか。岸田内閣総理大臣。岸田政権では令和4年に従業員、301人以上の民間企業を対象に男女間賃金格差の情報公表を義務化するなど、これまでも、女性活躍の推進に様々な対策、これを進めてきました。この女性活躍推進法、これ令和8年、3月31日までの次元立法ですが、今後さらなる女性活躍推進のあり方については、この現在、この厚生労働省において有識者による検討会を開催し、女性活躍推進や、ハラスメントに関する、現状や論点、方向性などについて、専門家の知見を踏まえた検討を進めていると承知をしています。政府としては引き続き女性活躍の推進に向けた施策の充実を図ってまいります。田村さん。残された時間、軍事予算のことについてお聞きします。安保3文書の閣議決定から1年、来年度予算案は閣議決定前より 2.5 兆円規模で軍事予算を増やすというものになっています。これは大学など高等教育の学費半額、入学金の廃止、小中学校の給食無償化、全部できてお釣りが来る予算規模なんですね。総額8兆円に迫る軍事予算は、子育て支援、暮らしの予算と矛盾するものではないですか。防衛大臣、木原稔君。まず防衛予算のことですので、私の方から答えさせていただくと、令和6年度予算については、整備計画期間内の防衛力抜本的強化実現に向けて、令和6年度において必要かつ十分な予算を確保するという考えのもとで、整備計画対象経費として歳出ベースで 7.7 兆円。で、昨今、米軍再編関係経費を含めると 7.9 兆円を計上したところでございます。そうで。岸田内閣総理大臣。防衛力強化と子ども子育て政策、
これ矛盾するのではないかというご指摘ですが、これ防衛力の抜本的強化と子ども子育て政策の抜本強化、これはですね、どちらか一方などという二者択一の問題ではないと認識をしています。これは共に我が国の未来にとって大切な課題であります。我が国の国民の命やこの暮らしを、この戦後最も厳しく複雑な安全保障環境にある、この東アジアの環境の中でしっかり守っていくためにはどうあるべきなのか、これは政府の責任として誠に大きな責任であります。そして我が国の少子化、そして、人口減少、こうしたものは我が国のこの経済や社会制度の持続可能性に関わる重大な課題であります。共に政府の責任としてしっかり取り組んでまいります。田村さん、いや財政として圧迫してるのは明らかでしょう。だって子育て支援で新たな負担さえ求めるなんていう、そんな議論になってるんですから、大きな圧迫ですよ。しかもね、北東アジアの軍事対軍事の悪循環加速することになるんじゃないかと、安全保障上の問題も私たちは指摘してまいりました。そしてね、今防衛省が防衛力の抜本的強化に関する有識者会議、これを使って5年間で43兆円ということさえも突破する、天井知らずの大軍拡の議論、これ始めようとしているんじゃないのかと思いますが、いかがでしょう。これは木原防衛大臣。ご指摘の有識者会議でございますが、戦略3文書にこれ基づいた防衛力の抜本的強化を実現していくということにあたって、各界を代表する有識者や専門家の方々から政策的な助言を得るために防衛省において開催したものであります。その上で防衛力整備計画の43兆円程度という規模でございますが、防衛力の抜本的強化が達成でき、防衛省自衛隊として役割をしっかり果たすことができる水準としてお示しし、閣議決定された金額でございます。この範囲内において必要な防衛力の強化を着実に行っていくこと、これが防衛省の役割であると考えておりまして、有識者会議の皆様方から専門的な知見をいただきながら議論を深めていきたいと思っております。田村さん、第1回有識者会議防衛省の説明資料、ご議論いただきたい事項を説明してください。防衛省加納浩二政策局長。お答え申し上げます。第1回の有識者会議の資料におきますご議論いただきたい事項でございますけれども、次の3点でございます。第1点目といたしましては、防衛力の抜本的強化と経済成長の好循環を生み出すことについてのご意見。2点目といたしまして、特に防衛力の抜本的強化の実施と経済財政基盤の強化との両立のための方策について。そして第3点目でございますけれども、為替変動、物価高、人件費の上昇が装備品調達へ与える影響等も考えていくべきではないか。以上でございます。田村さん、これ特に3点目見れば、際限のない軍備拡大、軍事費増、こういう議論防衛省自身求めるものじゃないんですか。木原防衛大臣。為替変動であるとか、あと物価高、人件費の上昇というのは、いろんな業界で言われている、そういうところでございます。防衛省自衛隊としても、こういった厳しい状況において、効率化、合理化の取り組みを行いながら、防衛力整備計画の43兆円程度の範囲内でいかに対応するかなどについて議論することが重要であると考えていることから、このように記載をさせていただいたところであります。その上で、本有識者会議ですが、あくまでも戦略3文書に基づき防衛力の抜本的強化を実現するにあたって、各界を代表する有識者専門家の方々から政策的な助言を得るために開催したものでありまして、おっしゃるのは際限のない軍拡というご指摘には当たらないと考えております。田村さん、すでに座長の榊原経団連名誉会長は43兆円の見直しをタブー視せずと発言しています。そして有識者会議の役割は政策に反映させるためなんですよ。それが有識者会議じゃないんですか。木原防衛大臣。
有識者会議でございますけれども、これは防衛力の抜本的強化を実現していくために、各界を代表する方々から専門的な知見や、様々なアドバイスをいただきながらですね、この43兆円の範囲内でいかにそういった社会的な情勢、物価であるとか、あるいは、原材料高とか、為替とか、そういったものをこうクリアしていくか、そういうための助言を得るための場でありまして、ご指摘のような ご批判には当たらないかなというふうに考えております。田村さん、防衛省のね、有識者会議のその設置の目的の中に政策に反映させるためって書いてあるんですよ。で、座長が43兆円多分施設と言ってるんですよ。で、しかもこの有識者会議の部会のメンバーに昨日も指摘ありました三菱重工の現職の会長が入っていると。改めて確認します。三菱重工は防衛省からの受注トップの企業で、長射程ミサイルの開発量産、これ受注していますね。木原防衛大臣。三菱重工業でございますけれども、スタンドオフミサイルの整備に関する各種事業について、いくつかそれ契約をしております。主な事業としましては、人認識地対艦誘導弾能力向上型の開発量産であったり、あるいは当初防衛用の高速滑空弾の量産、当初防衛用高速滑空弾能力向上型の開発等がございまして、いずれもこれは我が国の防衛、まだ防衛力の抜本的強化にとって必要な事業というふうに認識しております。田村さん、三菱重工軍事部門での売上、2027年3月までに22年3月の2倍、1兆円規模になると、これ安保3文書のおかげなんですよ。こう見込んでいます。そしてね、自衛隊からの天下りもトップの企業なんですよ。総理、昨日もね、聞かれてましたけど、こういう企業がタブーなく軍事費の議論をするという有識者会議のメンバーだというのは、私は異常だと思う。いかがですか？岸田内閣総理大臣。はい、有識者会議の中に、メンバー、20人近いメンバーの中に、防衛産業の現場の関係者が入っているということ、これは従来から申し上げておりますように、我が国の防衛体制、総合的な防衛力を考える上において、これは決しておかしなことではないと考えております。人選については、防衛大臣からたびたびこの答弁させていただいているとおりであります。田村さん。大軍拡で最も利益を得る企業が、43兆円にとらわれることなく、タブーなく、軍事費についても、軍事装備費についてもね、議論しようという会議のメンバーなんですよ。これがね、異常だというふうに判断できないとしたら、私は岸田政権はタガが外れているというふうに言わざるを得ないですよ。どうぞ。岸田内閣総理大臣。先ほども防衛大臣から答弁させていただきましたように、これ有識者会議、これ防衛費の増額を議論する場ではありません。これ防衛整備計画に定められた43兆円程度の規模、これを超えることなくこの強化を着実に進めていくためにはどうするべきなのか、これが有識者会議の責任であると申し上げております。田村さん、だからそんなこと書いてないじゃないですか。ご議論いただきたいこと、43兆円の枠内でなんて書いてないじゃないですか。速記を止めてください。今内閣総理大臣、時間を過ぎておりますので、はい、43兆円規模を超えることはないと考えておりますし、ご指摘の点の中に43兆円を超えて整備をするというような内容は含まれていないと認識をしております。田村さん、時間が来ております。安保3文書の時も有識者会議の報告を受けた途端に敵基地攻撃能力の保有というふうに舵切ったんですよ。
今度またね、有識者会議に議論させて、もう際限ない軍拡と、こういうね。今、ご覧いただいたのは、田村智子、日本共産党新委員長の、初めての予算委員会での質問であります。その前に、今国会が始まった時、委員長として参議院本会議で質問をしたのが田村さん。衆議院では志位和夫議長が質問をいたしました。まあ1時間以上質問をなさっていたんで、非常にまあ赤旗を見てみて、どう区切るか、見てみたいと思いますけども。一番ね、共産党のしっかりしてるのは、政治腐敗と 無関係なところっていうのは、企業団体献金もらわない禁止法、そして政党助成金、本来であれば10億以上年間もらえてるのにそれを拒否している。お金有権者主権者の善情によって、清いお金によって、党は運営されるべきだという、そういう思想から、政党助成金もらわない。あと、まあ政党助成金っていうのは日本国憲法に違反をするというのがね、あれは93年の時、不破鉄道委員長が、見解を示した。だけど、それをね、93年ですからね、21年間もずっと、守り続けてきたっていうのは大したもんだと思いますよ。だから、日本共産党古いんじゃないかとかね、よう言う人がいますけども、なんだかんだ言って、田村智子さんが、委員長になって、山添、拓さんが、政策委員長になった。私が、予言、まあ、情報網から、この人事は予言しておりましたけども、予言が的中いたしました。まあね、ほんと、共産党さんにもぜひね、これはもう立憲だけではダメ、ブレーキをじゃない、アクセルを踏む立憲の戦うための、そのために共産党頑張ってほしいと思います。あのマザームーン吉野連合会長が共産党嫌いなの。あれはね、統一教会の菅鶴子と一緒ですよ。マザームーン菅鶴子、マザームーン吉野であります。それでは失礼します。